笑っていいとも in 花巻。笑っていいとも in 花巻。このコーナーは地域の総合経済団体花巻商工会議所の提供でお送りします。今日のゲストに次回のゲストをご紹介いただくという形で花巻の友達の輪どんどん広げていきたいと思います。今日のゲストは君塚 HRE 株式会社代表取締役社長の君塚健太郎さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、今小舟渡にありますオフィスにお邪魔しているんですが、君塚さんの横には妻の由美子さん、ニコニコとなんかすごくねほのぼのとした雰囲気が漂うそして木の雰囲気がすごくね、はい、漂っているオフィスで、はい、外はここあの北上川のすぐそばなんですよね。はい、そうです。なのでちょうど堤防の緑ですかね。はい、そうです。すごくあの大きな窓から緑がわーっと一面に見えてすごくいい眺めのオフィスですよね。はい、はい、この場でお話を伺いします。まあ、イギリス海岸のすぐそばなんですけれども、まあ、今日はですねリスナーの皆さんがよく知っているであろう、そしてきっと食べたことがあるであろうハンバーグの全国チェーン店になくてはならないものを作っている会社、それがこの会社なんですよね。はい、そうです。まあ、ちなみに君塚さんが好きなメニューは何ですか？はい、私は彩りセットというハンバーグのセットがあって、うん、追加チーズソースというものを、はい、あの追加で頼むんですね。はい、こうかけるとフォンデュ風チーズバーグディッシュになるという。この名前聞き覚える方もね結構言ってしまいました。実は私はフォンデュ風のこのチーズバーグディッシュが大好きなんですが、由美子さんは何が好きですか？パインバーグディッシュが。ああ、パインときましたか。なるほど、ね、もうねこのメニューで、はい、おそらく好きな方もピンときてると思うんですけれども、はい、そうです、びっくりドンキーさんで使われている木のお皿を作っている会社が花巻にあるんですね。はい、でそれも40年以上という長きにわたって。そうですね、びっくりドンキーさんであのハンバーグの定食とか食べてる時に手にしているあの木の器、すごくぬくもりのある、きっとね触ってるだろう、それをここで作られていると。はい、ね、もうびっくりしました。はい、では質問していきたいと思いますが、君塚さんの趣味、はい、いろいろあるようですが教えてください。はい、旅行で、はい、国内が嫌いっていうわけじゃないんですけど、はいはい、やっぱ海外旅行が好きですね。はい、印象に残ってる、はい、例えばコロナ始まる前は2018年にドイツ、フランクフルトに行きましたし、はい、その翌年は、アメリカのテキサスに行ってきました。はい、ちなみにドイツの方は世界最大級のなんか展示場があるらしくて、はいはい、想像を絶するくらい大きい会場でインテリアの展示会があって、一人で、あ、一人で単身、はい、見に行きました。由美子さんは行かなかったんですね。その後今度アメリカテキサスに行かれたそうですが、はい、実はちょっと私たちが今いるテーブルの上にもね、はい、可愛らしい丸い木工製品がたくさん置いてあるんですが、はい、実はこれアップル製品にも使えるような新製品を今開発中で、はい、実はテキサスはアップルストアに、はい、行ってきました。どうでした？まあ、あの日本にもあるアップルストアと、はい、もう同じようなところもありますけれども、やっぱりテキサスの当時のアップルストアも木を使った店内重機があって、世界どこ行っても大体共通してるところはやっぱり木だなっていう感覚、まあ、私たち木で仕事してるので、はい、なんかそういうところにちょっと目が行くんですけど、はいはい、そういうことを感じてきましたね。ね、アップル製品が実は大好きということで、はい、あの会社のホームページにもとにかく社長の健太郎さんはアップル製品が大好きということで、はい、溢れてるアップル愛を私は感じましたが、はいはい、今机の上にもたくさん可愛いね、はい、充電池とか置けるようなスポット、ね、はい、はい、リスナーの皆さんは君塚、はい、HRE で検索して、はい、ホームページをぜひご覧いただければ、はい、Facebook とかいろいろね、はい、ウェブで見られますの で、 そうです、ね、チェックしていただきたいなと思います。はい、その他にも最近お気に入りのものがあるみたいです。そうなんですね、あのピザなんですけど、はい、巻釜ピザを作ることができるっていう巻釜キットというのがあって、でそれをまあちょっと購入してやってみたところ、はい、まあ、燃料である薪はうちは木の仕事をしているので、はい、まあ、いっぱいあるので、はい、それをこう使ってやってみたところ、ものすごくやっぱ
美味しくて、はい、とてもハマってるというか、はい、動画見せていただいたら、はい、テーブルの上にちょこんと乗っけて1枚ずつ焼けるような、はい、でも薪を使って、そうなんです、あんなちっちゃい薪窯がね、はい、あるんだっていうのもびっくりでしたし、はい、400度ぐらいですかね、そうですね、でちゃんと縁が焦げ焦げの、はい、あの美味しそうなピザ、前の日からこう生地を作って、はい、木がねこう焼けて、はい、その木の香りっていうか、はい、そういうのもやっぱり味にこう関わってくるっていうところでは本当に美味しいんですね、楽しんでらっしゃるということなんですが、はい、そしてもう一つが、はい、花巻小学校の PTA であのデジタル室の担当されてらっしゃるって聞いたんですが、はいはい、どういうことでしょうか。新型コロナウイルス感染症によって、はい、まあ、いろいろな行事が延期とか廃止、無観客でとかあった中で、学校側の思い、PTA の会員の思いを合わせた結果ですね、イベントを例えば無観客でもできるようにその YouTube で配信をするだとか、関係者だけ見られるような形で、そうですね、限定公開みたいな、限定公開にして、はい、そういう形にして会員だけで見れるようにという、うん、そういう仕組み作りから始まって、うん、やっているうちに YouTube の仕組みがこう私は分かるようになってきて、じゃあどういうふうにこう撮影していったらいいのかとか、今ではそういう各行事をこう学校の先生方と一緒になって撮影したり、はい、YouTube にアップロードして PTA の各会員の皆さんに見ていただいて、でそれがすごく良かったとか、とても嬉しいコメントをいただいて、あの子どもさんの習い事関係でもそういう技が生かされてる、生かされてるんですね、もう撮影とか編集っていうのはもう本当にライフワークの一つになってますね。じゃあ次の質問ですが、おすすめの花巻のお店どこでしょうか。はい、ファームプラスさんですね。はい、店主平賀光輝くん、まあ、はい、ガッツですね。中学校から、まあ、同級生つながりってことでずっと高校も一緒でして、うちの奥さんも、もう奥さんのえっちゃんとも友達だし、まあ、ガッツとも高校は一緒でしたので、つまりみんな同級生多いですよね。あ、そう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 。ファームプラスで使ってる木のお皿、はい、これもあのオープンする前にお店で使うお皿木で作りたいねっていう話があって、でそれを、まあ、じゃあうちの工場で一緒に作ろうよって言って、すごい、てっちゃんも来て手伝って一緒に作って制作した、まあ、オリジナルの器ですね。お店にて食べるとまたちょっと違いますよね。そうですね。ということでファームプラスさんご紹介いただきました。じゃあ次の質問ですが、好きな花巻の風景はどこでしょうか。はい、北上川の堤防から望む、はいはい、うちの会社の工場ですね、はい、とびっくりドンキーの花巻店が一緒に見える場所が実はあるんですね、はい、私ちょっとさっき堤防の方に登って教えていただいたんですが、はい、イギリス海岸から旭橋方面に歩いていく途中、はい、ってことですよね。そうです。とある地点、水門があるそばですよね。そうです、はい、君塚 HRE さんもありますし、建物と建物の間に向こうの方にびっくりドンキーさんが見える。そう、だからびっくりドンキーさんとそのお皿を作っている会社が一緒に見えるという、そう、そういうとこってなかなかないですよね。多分世界でうちしかないですね。、はい、しかも桜並木、あ、そうなんです。眺めのいい、今も緑で美しいですが、うん、桜の季節とかもすごくいいでしょうね。いいですね。びっくりドンキはごひいき、よく食べに行ったりテイクアウトしたりって感じですか。それはもちろんテイクアウトしてここで外で食べたり、はい、テイクアウトしてうちで作った、自分たちで作ったお皿に盛り替えて、はい、食べるという、もうそれお店と同じ仕様だけれども、 できるのはここの方たちだけ、ここしかできないっていう、すごい、ある意味贅沢ですね。贅沢ですね。では次の質問です。お仕事について伺いたいと思うんですが、私さっきですね、この食器が作られる工程を一通り説明していただいて工場内を見学してきたんですが、まあびっくりすることだらけで、ほら木の器自体温かい雰囲気があって、でびっくりドンキーさんの皿もすごいいいなと思ってたんですけれど、あの実際に職人さんが加工されてらっしゃる様子とか、手で一つ一つねセットして削られていく様子とか見せていただいて、さらにぬくもりが増しましたね。ここってもう全ての工程をできる。そうです。漆器とか、はい、まあ、焼き物とかもそうなんですけど、大体こう分業制って言って、はい、仕事がこう分かれてるんですよね。あ、この会社ではここを担当、次の会社ではここを担当みたいな、はい、はい、もう最初から最後までをやれるっていうところってあんまりなくて、はい、まあ、うちはこう産地でもなかったので、はい、何でもこう自分たちでやらなきゃないっていう、
のがまあ先代からっていうかねルーツにあったので、なのでもう最初から最後まで原材料から売るまでっていうのを一貫でやるっていうのが別に苦でもなければそれが当たり前っていうか、使っていらっしゃる木材も日本国内、はい、しかも東北エリアとか、そうです、岩手のものももちろんです岩手も、はい、たくさん地場産の食器を私たちは手にしてるんだなって、うん、で食べてるんだなってそうなんですね、思いましたけれども、びっくりドンキーの前身のベルって盛岡のお店って結構有名だと思うんですけれども、もともとお父様の代が木工所やってらっしゃって、秀平塗りとか、はい、漆器とか扱われていて、うん、その頃からのお付き合いで、はい、で君塚 HRE さんになって立ち上げられてから16年目、はい、そうですね、でもずっと長いお付き合いが続いていてっていうことですよね、はい、そうですね、まあ、ちなみにあのびっくりドンキーのあの器はその有名な元店長でドアマンもされていた方がすごく有名じゃないですか、はい、あの方があのお皿の作る時すごくあのデザインとかも一緒になって考えられたと、はい、そうです、びっくりドンキーの歴史にその前身のベルからすごく関わってらっしゃる、ね、そうなんですね、はい、人生と切っても切り離せないぐらいすごい付き合いですね、はい、そうなんです、なるほどね。さあでは次の質問ですが、座右の銘、好きな言葉は何でしょうか。はい、楽しさ分かち合うです。まあ、うちの会社のパーパスの存在意義、それに楽しさ分かち合うっていうことを掲げております、はい、私たちは木材を扱ってますので、はい、まあ、その木材からこう、まあ、自然のこう奥深さとか謎みたいなこととかもあります、分かってないこととかもたくさんありますし、はい、木から感じられるこう優しさとかたくさんのことをやっぱり学びます。自分の体にこう染み込ませるというか、まあ、それがこう木で言えばこう年輪のようにこう自分自身にこう刻み込むように、そんな思いで行った先に豊かな楽しい人生っていうのがあると、まあ、私は信じてて、これをただ自分だけ一人であっても面白くないですので、身近な家族、そしてまあ従業員の皆さん、お取引に関わってくださってる皆さんとか、またこれから出会うであろう方々とこう分かち合いたいなっていうことで、すごくシンプルな言葉ですけれども、まあ、そういった思いをあの秘めた言葉として、まあ、楽しさ分かち合うというふうにしてます。この君塚さんの年輪にはきっとお仕事関係もなんですが、さっき伺ったほら学校の PTA のデジタル室とか、はい、あのそういうところで楽しさを皆さんと分かち合ったりとか、そういう年輪にいっぱい刻まれてますね、今までもきっとね、はい、それが増えていくのかなって今伺っていてね、はい、思いました。楽しさ分かち合うという言葉をご紹介いただきました。さああっという間に時間が来てしまいました。このあたりで次のお友達ご紹介お願いします。はい、ミッシングピースの瀬川幸子さん、カフェ、そうですね、ですよね、カフェキッシュと、はい、まあ、コーヒーをはじめとする、まあ、本当に自家製、はい、手作りの商品の数々、はい、まあ、すごく私たちも気に入ってて、はい、美味しそうですね。美味しいです。私行ってみたいなと思っていたお店だったので、ぜひぜひ、はい、お話伺うのもとても楽しみにしております、はい、11月25日ご出演 OK ということで伺っています。花巻のお友達の輪がこれでまた一つつながりました。今日の笑っていいともいい花巻は君塚 HRE 株式会社代表取締役社長の君塚健太郎さん、そして妻の由美子さん、お隣にね笑顔で、一緒にお話伺いました。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。笑っていいとも in 花巻、このコーナーは地域の総合経済団体花巻商工会議所の提供でお送りしました。